4日間ね、覚悟を持ってきたと思います。で、弊社ではこれからやっていきたい、大きな理念が4つあります。本当の成長プログラムを作っていくということがその理念の、一つなんです。こうやって、新たに、赤丸先生の、本気で、成長するためのプログラムができたということがすごく嬉しいと思うし、最後の皆さんの意見を聞いて、あ、これやってよかったなと思います。情熱を持ってる人は実はたくさんいます。でも情熱を持ち続ける人は極めて少ないです。極めて少ない。皆さんのように本気で追求する人たちが必ず人生の最後では、もちろん仕事の楽しみ方もそうだし、全ての面で変わると思います。皆さんの人生、患者さんの人生も良くなっていくと思います。お疲れ様でした。